この取り組みは子どもたちに商売の基礎や楽しさを学んでもらおうと佐賀市の順優小学校が行っているものです。今日は4年生50人が市の中心部にある広場にパン屋や八百屋など6つの店を出しました。1万5000円を上限に自ら陳列する商品を選んだほか、利益が出るように価格を設定したのも子どもたちです。保護者を中心に一般の客が続々と訪れ、1時間足らずで完売していました。完売して嬉しかったし、またなんかこういうのをしたいなって思いました。いつもあれお買い物に行って、あれ店員さんを見てるけど思った以上難しかったです。今日の売り上げの使い道についても今後子どもたちが考えていくということです。